テラスハウスに出演していた女子プロレスラーの木村花さんが、まあ、亡くなられるという悲しい、まあ、事件とかニュースですか、まあ、事件もあったんですけど、あの私昔プロレスを少しやってたことがあって、はいはいはい、その当時、私の同じ、とこにいた選手が花ちゃんと戦うって、私はそのセコンドについたことが、いや対戦相手のセコンドについたことがついてたことがあったので、もちろん存在も知ってましたし、その時はまだ10代だったかな、花ちゃんが。でまだ荒々しい、結構試合もするような子で、はい、でもあのやっぱお客さんをめっちゃ必死に盛り上げたいっていう試合をする子だったんですよ。もう見てる子を楽し、見せる人をすごい楽しませたいっていう試合の、サービス精神が旺盛で、まあ、プロ意識が高いっていう、っていう試合をする印象がすごい残ってますね。だから、まあ、そういう子だったから真面目で多分まっすぐな子だったんじゃないかなっていう私はありますね。直接お話とかはまあ挨拶ぐらいしかしたことはなかったんですけど、うん、まあ、どっちかというと最近だとこうヒールっぽい感じだったんですかね。そうですね、最初から結構もうずっとそういう感じ、うん、あの全場外乱闘上等みたいな感じでもう連れ出すし、結構ねよく業界で言うのはヒールやってる人の方がすごいいい人多いというか、やるか分かんないですけど、まあね、よく言われますけど、そうですね、やっぱりだからなんかそういうテレビに出てる時もやっぱり見てる人人に見せ場を作らなくちゃいけないっていう気持ちが私はあったんじゃないかな。ちょっとじゃあ責任感があり強すぎて、まあ、テラスハウス自体ね、いろいろ演出の問題とか、まあ、言われてますけど、まあ、そうですね、うん、まあ、なんかだからすごく残念ですね。そう、年齢が若いし、そういうプロレス界を背負っていく子だったので、絶対的に、うん、すごい人気もあったし、人気もありましたね、はい、だし多分女性ファンも味方につけるような子でしたね。男性だけじゃなくて、はい、男性じゃなくて、はい、うん、まあ、結果的にテラスハウスは、まあ、最新シーズン打ち切りが発表されたということで、うん、なんだろう、でもその SNS での書き込みですよね、うん、やっぱり簡単に SNS やめちゃえばって、まあ、まあ我々だとね、書き込みとかいっぱいありますけど、私もね、でも見ないようにしたりとか、見てもそのまあいいやと別にね、スルーしちゃうんだけど、できない人はできないから、どうしてもそこで追い込まれてしまうっていうのがあるんでしょうけど、そのテレビのその単にそのテレビ番組のそのシーンを見て、そういう演出かどうかわからない状況でその彼女を攻撃するということ自体、見てる方もはっきり言って、少し大人になってると思うよね。だからまあ、おっしゃるテラスハウスっていう作品がまあ正直リアリティ番組と言ってるけど、と言っても結局リアリティ番組ってどこまで本当にその事実なのかっていうのを、大体あのどうなんだろう、見てる方がいやいやテレビって絶対してあるでしょと思って見る人と、全く信じ込んじゃう人といますからね。なんかまあこれ本当だとね。だからそういう人たち、まあ、どっちがいいのか分かんないですけども、そうとするとテレビって言っちゃなんだ、本当のことはないのかみたいなことになっちゃうからね、うん、問題、それはそれで問題なんですけども、どこまでがこれ本当なのかっていうのを見極めるっていうことは大事ですよね、やっぱりね、それはね、見てる方がね。多分佐々木さんとか僕なんかの感覚からすると、まあ、絶対演出あるだろうと思ってるんですけど、意外とそうは思ってない人もいて、うん、まあテラスハウスとか、あとあれですか、相乗りとかもそうか、そう、ね、まあ、ああいう系って結構出演者が、ね、いわゆる素人って形で出てた出演者がね、結局出演したことでもう本当すごい芸能人そう相に売れっ子になっちゃったりとかするケースもあったりして、昔のガチンコでしたっけ、ああ、まあそうです、あれもボクシングね、はい、どう見てもこれちょっと違うでしょみたいなのが、うん、まああるんですけど、それはいいですよ。でもそれではそう信じても、かといってその、うん、その出演者を誹謗中傷ですね、うん、この場合はね、うん、攻撃なぜするのかっていうその心理状態は分からないですけどね、まあ、そうですね。スタッフさんとかどうですか、でも実際、はい、まあ、タレント業をやってて、うんうん、まあ、そういう書き込みとか見たりするんですか。全然ありますし、全然私そんな
知名度もないのにありますよ、全然書かれること。ツイッターとか、ツイッターとかその返信とかでもありますけど、私は、あまり気にしも気に、まあ多少は気にはしますけど、なんかそれによって振り回されるとかは一切ないですけど、私の場合はもうこれとか話題になる前から腹が立つから全員スクショしてます。もう書いてきた人、これ悪意あるなっていう人はもうスクショしてて、消した人いるかもしれないけど私は残ってるよって思ってます、心の中で。そんな話で言うと、うん、今日伊藤詩織さんが今日でしたっけ、その、うん、伊藤詩織さんでの、はい、あの山口の理事に性的暴行を受けた、受けないの、そのあれですね、伊藤詩織さんが自分のことを誹謗中傷されたって SNS で、うん、漫画家の人を訴えましたよね。ああそうなんですか。あのめちゃくちゃ書いてましたけどね、蓮見敏子さんでしたっけ。あ、それはその人は枕営業とかを失敗したみたいなことを漫画で書いてて、でそれに対してやっぱり訴えましたよね。あ、その漫画家の方は、ね、実名って、まあ、自分でやってたんですか。いや、匿名ではなかったんですか。それだから匿名ってその SNS だけじゃなくて、その番組かなんかに出てその漫画、自分で書いたその漫画をね出してたりとかしたんですよ。でもやっぱりどう考えてもあの書く人が悪いですし、そうです、うん、やっぱそこは譲れないなと思います。書く人が一番悪いって私は一番やっぱ思うし、あの批判じゃなくてね、うん、誹謗中傷ですからね、そう、あなたに関係ないことでしょっていう話をね、うん、だからするわけですから、うん、でテレビ番組もしかしたらその演出も悪かったのかもしれないですから、そこは、まあ、もしかしたら今後考えていく必要があるかもしれないんですけど、やっぱ書く人が一番悪いし、気軽に匿名で書けるから、書いてる分に罪の意識が多分本当にないから、そこですよね、うん、だからもう SNS 匿名っていうのをやめればいいんですよね。なんか一応電話番号のなんか、ね、開示がどうこうって話もありますね。そうですね、今法改正の方に向かってるみたいな記事もありましたけど、ちゃんと言いたいんだったら自分の名前を出してちゃんとね素性を明らかにして何でも言えばいいと。我々みんなそうじゃないですか、署名原稿も書きますし、うん、まあそうですね、うん、まあでもそのやっぱ一般の人も出れるっていうような番組になった際はやっぱり最初作る側も出る人に対して絶対にリスクがありますよっていうことも今後必ず伝えてあげないといけないかなとは思います。そのやっぱりプラス面だけじゃなく、こういうちょっとしたことですごいやっぱ見てる人の感情動いたら叩かれるっていうのがあるから、やっぱり一般の人が出るタレントさんはもう多分きっと叩かれてもいい覚悟で出てたりもあるけど、やっぱ芸能人になりたいっていう子じゃない子が出るっていう時はやっぱそういうリスクをちゃんと説明してあげるっていうのが今後必要になってくるんじゃないかなと思います、ね。ただ彼女の場合もね、一応ほら全くの一般人ってわけでもないからね、まあ、そうですね。そう、だから木村さんの場合はでもね、ご、うん、本人が正直出たくなかったとか、うん、まあ、出たかったとかいろいろ言われてますもんね、うん、だからまあそこがどうなんですかね、その辺って。そうですね、僕も、聞いた話、最初やっぱ断ってたらしいんです、うんうん、で、あ、テラスハウスで、そうですね、出演オファーがあって、それは事務所さんとか団体から、うん、まあもちろんその知名度アップのためにだと思うんですよ、会社的には、出てくれないかっていう話があったと思うんですけど、本人は悩んでいた。で、一つにはやっぱりその今回テラスハウスはその、まあ、疑似恋愛とか恋愛ものじゃないですか、うん、で、当時やっぱり付き合ってる彼がいたみたいなんですよ、同じ業界で、まあ、僕は聞いてるのが若手のプロレスラーなんですけど、だったら余計にあれだよね、うん、そうなんですよ、彼女としては、ね、なんで、で、そこで別れたか、それともちゃんと話して別れて継続したのか分かんないんですけど、彼女としてはそういった形で、その会社にもちょっと裏切られたというか、そうだね、その真剣に交際恋愛している人がいるのに疑似恋愛で名前を売らなきゃいけなかった、そういう事情もいろいろ板挟みになって、ドラマじゃないからね、リアリティ番組っていう、そう、その構えがついちゃったことで、あの、あれだったのかな、最初からこれドラマって言ってれば、別にね、そうよかったのかもしれないですけども、でも思うのは、書いてる人は本当、書いてる、本当に一部で、絶対に書いてる人の数より、応援してる人の数の方が、絶対的に多いと私は信じてるので、なんか、まあ、
なんか応援の言葉とかはいっぱいかけてあげてほしいですね。やっぱなんかそういう実名が実名交渉になったとして、じゃあ誹謗中傷が減って、実名になったら誹謗中傷は減りますよね。まあそれは減るとは思いますけど、だからそれはあの今回のこの花さんだけじゃなくて、世の中にやっぱりそういうので本当に自殺に追い込まれるような中学生とかね、もう子供がいたりもするので、だからもうそういうのっていうのは実名でやるべきでしょう、何でも。そうですね。なんでまあこう減ってくるけど、まあ、必ず応援してくれてる人と、あとこういうふうに亡くなった後はもう悲しむ人が大勢いるので、そういうそのちょっと踏みとどまってもらいたいっていうね、思ってもらえたらなと思いますね。